大丈夫。皆さん調子はどう？化け物バケツ委員会の仮面ライアンニーナと化け物バケツ委員会のイリボン先生です。バイプッシュ。よろしくどうぞ。来たよ、来るよ、ミゼロの2期。おみそらんみんそん、エルロンみんそん。みんな大好きリゼロが2期が放送開始してるよね、もうね。そう、もうしてる、この頃には放送開始ということで、うん、誰推し？俺はエミリア。てめえ、迷うけどね、うん、今絶賛2週目見たの。あ、そうなんだ。2期を誰？怖い、誰？2期を見る前に見たら、レムが可愛い。みんな大好きリゼロの今日はコスプレをしてみたいと思います。イエーイ。リエとね、レムとラムになりたい。多分あんまり男女でレムとラム やれないと思う。これぐらい可愛くない？確かに。そう、確かにね。コスプレってやっぱ普通のメイクとも違うし、まあ、ウィッグの扱いとかもいろいろ大変だと思うんだよね。ちゃんとコスプレをしてくれる先生をお呼びしております。この方です、どうぞ。どうもー、ロランです。よろしくお願いします。というわけでコスプレイヤーのロランに来ていただきました。でロランにこのほぼ 100% やってもらいつつ、私もアドバイス受けつつ、ちょっと完璧なレムとラムを男女でやってみれるか検証します。どうぞ。マンコオラッキー。あ、もうスタートすんのね、これ、うん、もう始まってるよ。マジか。うん、みーちゃんもうベース塗ってるんだよね。そう、ベースはしました。今日はラムが、あ、ラム担当します。レム担当。ラムちゃんは、うん、ラムちゃんはっていうと違うキャラクターになっちゃうやる人はちゃんと自分が、うん、ラムになるイメージして。え、なになにラムになる。そうそうそう。自分がいつも使ってるのはこのマックのを使ってるんですけど、うん、あ、全然ピンクない。可愛くいくのであればピンク系を使うといいかもしれない。男の子同士でメイクすることってあんの？ないないない。え、このままでもなんかいけそう。可愛い。完成完成。めっちゃにメイクするやつだと思わなかったよ。でも今すごいよ、撮れないか。マジで綺麗な顔の男2人がさ、顔チチクリ合ってさ。チチクリ合ってはない。おめえらこれ無料だぞ。ロラン君とレムラムやった方がいい。あーね、それかもね。おばさんはじゃあ今普通メイクしてる。眉毛の消し方とか知りたいな。眉毛全剃りよ。全剃りしてる？してない。してねえよ。メイクに合わせて眉毛の形を変える。剃ったりとか、薄くしたりとかする。全然いいよ。でも自分タトゥーしてるけど。あーね、アイライナーって難しいね、人も。でも自分でやった方がよければよりよ。こう引いてちょっとこう上げるような、この目尻をちょっとスッとこうね。いつもやってるキャンパスとめちゃめちゃキャンパス。やっぱりほんと面白い。眉毛を描いてみます。はい。眉毛をね、こう100均のキャンドゥとかに売ってるスティックタイプっていうか、あるよ。え、これキャンドゥに？キャンドゥに売ってて、で、めちゃめちゃ発色も良くて。うわ、すごっ。もう眉毛の上から描くもん、これ消したりしないの？消えないもん。こっち見てもらっていいですか？いいちゃんだね。自分結構なんか原型を残してメイクするから。綺麗だよね。ロランくんも女の子やったりするの？あの妹設定の子で、あー、そうそうそう、いるんだけど、その子いつもメイクさんにやってもらってるんだよ。うんうんうん。いつも自分やるんだけど、なんか幼くしたりとか、うん、可愛くするときに目尻の下に赤いラインを入れるようにしてる。そうだね、調節と。もうクラッセ大好きレイヤーだからさ、女の子だから、うん、少し丸っぽい感じのカラコンにしてみました。へー、エティアのクールワンデー、そうそう、のカラー名はブルーローズ。すっごいお色味でやらせてもらってます。層がすごい、中のちょっと丸くなってる。本当だ。使ってみよう。いただきます。
ガンタレ全部一回落とす。え、なんで？オラッキー完成いたしました。約1時間ぐらいかけてね、メイクとあとウィッグも調節してもらいつつ、完成したバケモノバケツ委員会のレムとラムをご覧いただきたいと思います。発表まで3、2、1、どうぞ。じゃじゃごじゃー、かわいい。どうでしょうか、どうでしょうか。ちょっと私たち片目が隠れてる上に目が悪くて仕上がりがよく見えてないんですけど、いかがですか。かわいい。です。男女です。ガタイがさ、いいからさ、ゴリラでかすぎる。ちょっと鬼化し、鬼化っていうかゴリラ化した肩を後ろに下げて、そして下に下げるのってやるとちょっとね、こう、そうそう、本当だ本当だ、キャシャに、キャシャに見えるから。女の子もそう、こうやって下げてあげると胸も出るから。今回唇がね、おーってなった。結構なんかいつもよりも小さくしてるっていうか、確かに控えめにしてるんだよね。うん、そうそう、コンシーラーの周りがね。うん、うわー、レムラムに挟まれてんだけど。え、俺飛びすぎない？スバル、スバル、スバルやればよかった。確かに確かに、スバルで来ればよかったウィッグとか本当に全然自分でできないので、うん、すごい良かった。なんかしてほしいコスプレとかね、うん、ちょっとこうチャレンジのコスプレじゃなくて、こうちゃんとしたやつ、女装じゃなくて男装コスプレもね、ちょっとしてみたいので、うんうん、見てみたいよという方はコメント欄にそのキャラクターを書いてみてください。はい。すごい難しかったんだけど、うん、でもなんか、もう、あ、なんかもうちょっとこうした方がいいなとか、改めてこれが分かったから、学びやった。そう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 もうちょっとなんかこうできたかなっていうのもあるしでもなんか改めて可愛くできたかなとは、イエーイ、思います。ね、あれやりたいんです。何？あの、挨拶。じゃあロラン君待望の挨拶をみんなで一緒にやっていきたいと思います。はい。皆さん、調子はどう？バケモンバケツ委員会のカメラやニーナと、バケモンバケツ委員会のイリポン先生と、ロランです。あ、バケモン、何？ここ、え、何？いいんだよ、ロランなんだ、うん、ロランのランランルー気をつけれ、よろしくどうぞ。満足？満足